今回は新開発国立長寿県の4色足踏みラダーを紹介します4色足踏みラダー運動で認知症予防認知症予防のための脳活性化運動がコグ2サイズです国立長寿医療研究センターでは認知症発症前の軽度認知障害 MCI の段階なら コグニサイズで正常へ回復であることを検証してきました。コグニサイズとは本書の監修者国立長寿県の島田博之さんとそのチームが英語で認知を表すコグニションと運動を表すエクササイズを掛け合わせて作った言葉で有酸素運動を中心とした運動に脳に負担をかける活動を歩きながら引き算をする。 昇降をしながらしりとりするなどを加えることによって脳の活性化を目指すプログラムですそしてコグニサイズを自宅で楽しく簡単にできるように国立長寿県と小学館が共同で開発したのが4色アーシブミラダーです。本書は4色アーシブミラダーと使い方冊子のセットです NHK 認知症キャンンペーンの、 認知症予防運動プログラムの指導解説を本書監修の島田博之さんが担当し4色足ブミラダーを使った運動も紹介されました体操の里藤博道お兄さんがモデルで体験していますこのくらい簡単にできると思ってやってみましたが意外と難しい頭を使いながら運動するのは思ったより脳に対していいのかもしれませんね。頑張って 続けてみようと思います脳科学のテレビ番組でこのラダーによる運動をしているのを父と一緒に見たところ父が非常に興味を持っていたので購入実家に届き父と早速利用テレビで見て想像していたよりも難しく運動のバリエーションも豊富で体も脳も活用しているのがわかり 父もやる気を出してハマっています。購入してよかったです。やってみると非常に面白いので認知症が心配な親へのプレゼントにもおすすめですね。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。